コロナウイルスによる自粛のせいで仕事がゼロになったレグバと春沢は真っ昼間から飲んだくれていた。お金がなくて暇があるのなら三振の練習に打ち込みもするが、安酒を飲むくらいの金はあって暇がある場合は最悪である。いやーほんま金ないっすね。家飲みするにももうこんだけ離れてなあかんと密になるとか言うても、うまいなあ。親子さん、もし1億円やったら何します？せやな、キャバクラ行くな。キャバクラっすか。でも1億円分キャバクラ行くの大変っすよ。じゃあ経営しようっと。経営するんすか。でも自分が経営するキャバクラに行く経営者なんていませんやん。うわ、どうしよう。俺が代わりに経営してあげますわ。え、ほんま？そうそう、俺が経営するキャバクラにレグバーさんが通えばええっすやん。おいでよ。優しいな。もう何が何だか分かんない。それとな、焼肉を腹いっぱい食べまーす。焼肉1億円分すか。もう血がドロドロになりますよ。産地は？えの？産地も。えっすよ。もう行っちゃえ行っちゃえ。産地産地。あくまでも還暦前のおっさんと悪魔の会話です。大学生の飲み会ではありません。春さんやったらどうする？俺っすか？俺はね、そんなレグバさんのような肉欲にまみれた男ではないのです。やっぱ芸の道っすよ。東京ドームでソロコンサートやります。おお、スケールでかいな。見習おう。そっか。でチケット代はいくら？やったり前っすよ。チケット代はね、もうガーンと奮発して前売りが2000円でね、当日がね1700円。300円も刻むんかい。お前ドームやで、もっといかんと。だって2500円なんか取れませんやん。行ったらええねん。そうすか。でも3000円なんて紅白とか伝統取れんでしょう。大丈夫大丈夫。4000、5000。5000円 ?5000 円なんていいんすか。おう、行け行け。お前東京ドームなんてお前5万5000人ぐらい入んねんど。お前5万5000人かける5000円ってもうめっちゃ儲かるな。儲かったらどうする？マンション買いますよ。1億円で買ったらええやん。まあその1億円がないんやけどね。はい、レグバ探偵事務所。ほんまに？いや、ほんまほんま。ほんまに。ほんまもん。ほんまもんの。ああ、ほんまかいな。いやいや、ほんまやって。あ、ほんまや。ほな、よろしゅう。あ、ごめんごめん。おう、なかなか、心意気やないかい。気に入った。お前に人間国宝のミュージシャン紹介したるわ。え、人間国宝っすか。まあ隣の人間国宝やけどな。お前もよう知ってる竹坊や。またあの人っすか。いやいや、お前まだあいつのダークサイドフォースを覗いてへんやろ。あいつのプリペアードギターの技術をちょっと盗んでこい。今日は遅いからな。連絡しといたるし、明日行け。わかったな。今日は涙ガールさんのところに伺っております。涙さんのところのこのぐるみは
どういう経緯でこちらに来られたんでしょう。なんかウクレレを持ったクロウサギを使ってほしいってオーダーをしたら作ってくれました。あ、結構オーダーとか全然大丈夫な人なんですね。そうそう。で、あとこのポイントは毛が長くって、はいはい、しかもここにボタンがついてるんです。あ、手ってそれ伸びたんですか今。そう。そしてこれがバチって止めれて、あ、止めれない止めれない、あとまたで、こういうことになる。なるほど。っていうののオーダーです。あ、そういうオーダーをされたわけなんですね。そうです。へー。ライブでも手を離してつけれるように。あ、なるほど。名前とかあるんですか。うされれさんです。うされれさんなんですね、はい、あ、わかりました。どうもありがとうございます。失礼します。教わってきたのは確かこの辺やねんけどな。あった。俺は昭和の彼です。みんなもやっぱり彼です。どうもこんばんは、竹子です。どうも春澤です。ではレグバさんに、紹介された、竹子さんのところでですね、そのプリペアードギターっていうものを教わってこいと、はい、いうことなんで、ちょっと教えていただけたら。なんか、関西では1人の弓に入るプリペアードギター弾き。そうですね、多分ね、2人ぐらいしかもうやってない。じゃあ、まあ日本でも5本の弓に入る。日本全国は多分10人ぐらいじゃないですか、多分。あ、そうなの。プリペアードギター弾きという。あ、プリペアードギター弾きとしたら、でもそれやったらワールドカップに出れるぐらいの人数ですね、日本代表で。そうです。でも、12人ぐらい。俺は、プリペアードやってる人の大事なことなんですけども、どの具合の割合でプリペアードを自分の演奏に生かしている、その世界に入るとまたそういうところで、そういうプライドが出てきたりするわけですね。そう、プリペアードだけやってるハードコアのプリペアード弾きって、あんまりもう見ない。そうそうそう。つらい。俺大体2割ないぐらいしか最近はもうやってない。あなたは。そう。一番やってた時は何割やった。10割の時もありました。いくつぐらいの時？20代。20代で10割プリペアードギター。3ぐらいから30。それはその海外で修行してる時ですか？いや、最初ブルースとかでアメリカに行くわけですから、その時、それね、シカゴとかオハイオでブルースマン相手にプリペアードしないよね。いや、まあ、分かんない。でも東洋の神秘としてやったらいいかもしれない。東洋の神秘。でもヨーロッパ起源じゃない、プリペアード。あ、そうだね。でもブルースマンがこのスライドバーを使ってこう、まあ、演奏しますよね。もうそれが、あ、先生、そもそもそのプリペアードというのはどういうことかというのからちょっと教えてもらいたいです。プリペアード、よくね、俺表記間違えられることが多いんですけど、はい、フェイスブックとかでね、はい、竹坊さんのプリペイドギター、はい、それは私です、間違った。プリペイドギター。プリペイドギターで、ね、なんか得しそうですよ、ね。得しそう、損かもしれん。でもプリペイドギターは2番制の還元ないですから、ね。なるほど。それで説明にはなってないんですけど、ね、還元がないのは分かったけど。プリペアード。プリペアード。ED ついてるよね。だから、された、準備された。準備された。プリペアで準備するなんて。準備されたリペアと準備されたギター。だからそういう弦とかにあらかじめというか演奏前にこう物を挟んだり、こうスライドバーもそうですよね。こうつけてこういう滑らせる音を出す準備をした後弾いてるわけですから、これも俺は立派なプリペアだと思いますし、でもそれを言い始めたらね、ストラトキャスターの音を出すためにこれはこういう形を取ってるわけだから、これもプリペアードギターだよね。まあそう、楽器自体の存在がもうプリペアードされてるわけですから、ね、はい、あとこの話が終わってしまうんで、全ての楽器がもうプリペアードされてる。そう準備されてる。こういうカットするかもしれない。カットするかもしれない。人生もやっぱりもう準備されていたとか。そんな深い話いらんねんけど。そうですか。あまりにも収録の尺が長くなりすぎたために、プリペアードギターについては別の教則動画を完全版でアップしたいと思います。失礼しました。
ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします。いいねを押していただけるとテンションが上がります。ありがとうございました。バイバイ、また見てね。